い、皆様ごきげんよう、あきおみです。今回の動画は、タオバオで購入したスライダーを紹介したいと思います。今回のスライダーは機械式のもので、一般的によくある、マグネットタイプのものではなくって、機械の組み合わせによってカチカチ音が鳴るタイプのものとなっております。で、今回のスライダーはですね、特殊な加工がされておりまして、星空みたいな、宇宙みたいな模様の彫刻が入ったものとなっておりますので、そちらを見ていきましょう。ではアップでどうぞ。はい、それでは開封していきましょう。こちらケースは普通の、そんなにこう大したあれじゃないんですけど、特に説明とかもなく、ロックを外して中身を出すと、こちら、彫刻が入っているものなんですが、銀色のこうなんでしょうね、ホイル紙、アルミホイルみたいなものに包まれています。で、付属品はこちらの工具類とネジですね。で、シールで、スポンジの下には特に何も入っておりません。このケースは置いといて、本題のスライダーを見ていきましょう。これはこういった彫刻を施しているメーカーがありまして、ですね、この彫刻メインでやってるので、この製品は加工業者といったところですね。そちらのもので、この色から察するに、チタンですかね。チタンだったと思います。確か。これが、はい。これですね。めちゃくちゃ綺麗ですね、これは。ね、このような、いい色をしたスライダーとなっております。で、内側は、顔。2個。そうですね、スライドした感覚も、ここを見てわかるように、ボールがロックになっててカチカチカチといった動きをするやつですね。で、マグネットではない、やっぱ機械式です。機械メカニカルタイプのスライダーです。で、このようになっておりまして、こちらに最近のスライダーの流行りでしょうかね、 EDC アイテムとしての紐通し穴があるので、ここにパラコードとか巻いて持ち手といいますか、紐をつけることができますので、ちょっとこれの同じシリーズのビーズも注文しているので、今度これを編みながらビーズつけていく動画も出していきたいと思いますので、はい、天体モチーフのものになっております。で、色的にはブルー、パープル、ゴールドの3色が入っていまして、とっても綺麗ですね。画像だと、画像といいますか、やっぱこういったカメラとかだと紫があんまり得意じゃないので、そんなにちょっと肉眼で見た感覚とは異なるのですが、もっとこう、画像では青みが強く映るんですけれども、肉眼で見るともっと紫がかって見えております。ですね。こちらが今回紹介したスライダーですね。はい。今回の動画はこの辺りにしておきましょう。それでは皆様ごきげんよう。